ネリンガは、リトアニアの最も西に位置する自治体で、国立公園クルシューサスの中央部付近にある。リトアニアで最も少ない人口の自治体である。この自治体の南には、ロシア連邦カリーニングラード州との国境がある。その名は、リトアニア神話の少女英雄の名前を取ったものである。自治体の再編が行われるまではネリンガ市として知られていたが、実質上の、 市であったことはないソビエト連邦の行政システムではネリンガのように小規模な地域を定義づけるものがなかったため便宜上市ということにしていただけであるネリンガはリトアニア本土とは苦ルシュで隔てられているが双方を結ぶ橋がないため本土との間の交通機関はフェリーのみであるネリンガという名称はソビエト連邦がこの地域を名付けるときに クルシューサスを作ったと言われる伝説上の少女の名前を取ったものである。その昔、リトアニア西部のバルト海沿岸には美しい少女、ネディンガが住んでいました。彼女がこれを断るとドラゴンはバルト海で漁業を営む漁師たちを襲い始めました。ある時、大きな嵐が何年も続き、海が覆われて漁ができなくなった。悲しむ漁師たちを憐れみ、 彼女は彼らを助けることにした。彼女はエプロンで砂を運び、サスを作って、そこに内海を作ったのだ。ネリンガは他の神話にも現れるが、そのいくつかではさながら女性版、ヘラクレスのような除血として描き出されている。実際には、紀元前3000年ほど前には、現在のような細長いサスが出来上がったとされるクルシューサスは観光地として有名で、夏季には、 リトアニア、ラトビア、ロシアなどから、たくさんの観光客が押し寄せる。サスのバルト海側は、リトアニア側から、ロシア側まで砂浜が続いている。内海側には町、リゾート施設、観光漁港などが点在している。ありがとうございます。